私の名前はイ・サユン。おいお前、お客さん来てんだからお茶汲んでこい。はい、すみません。韓国のキメ市で暮らす25歳の会社員だ。私は極度の人見知り。ああ、ごめんなさい。うわ、何こぼしてんだ。早くタオル持ってこい。はあ、失敗続きに加えてリアル社会で仲のいい人もいない。家に帰れば父と二人暮らし。最近仕事はどうだ？ああ、もちろん順調ですよ。そうか。でも父には心配をかけたくないと気丈に振る舞う日々。そんな私の唯一の楽しみ。マジ可愛い。これだけが救い。それはアニメだ。同行の死ならば心が開けるかもしれないと思い切ってオフ会に参加。ここにおう、サユンちゃん。はい。いつも SNS でやりとりはしてる人だけど、やっぱりちょっと緊張する。でも参加者のみんなが盛り上げてくれる。サユンちゃん結構いける口やん。いいね、どんどん行っちゃおう。え、一気。その勢いに押されたのと、人見知りを隠すべく飲める範囲を超えて飲んでいた。いつの間にか私は眠っていた。え、ここはどこですか？お目覚めだな。あのな、ここ俺の家だから。みんなで飲み直してんの。男の人の家に上がってしまうなんて。でも他の女の子もいるから安心かと思ったのも束の間だった。お客さん来たよ。おい、一万でし放題なんだよな。ああ、好きにしてちょうだい。おお、まあ素材はいいな。なんですか？どういうことですか？やめて！ねえ、やめて！やっぱり人付き合いが苦手な女はちょろいな。ドンワンひどい。うるせえ。とっとと次の買い手を探せ。晴れない雲の中にいるように私の心は絶望の中にいた。サユンは来ていませんか？もう二日無断欠勤ですけど、お宅のバカ娘は。一体どこにいるんだよ。私の名前はイッテフォ、サユンの父だ。一日は帰らないこともあるかと思ったが、さすがに三日帰らないのはおかしい。まあ、若い女の子って家出する生き物だから心配いらんすよ。娘はそんな人間じゃありません。いやいや、不死家庭なんて家出しない方が不思議っすよ。だが警察はまともに取り合ってくれなかった。だが市民にとって頼るべきは警察だけなんだ。待って、サユンは真面目でおとなしい子。電話も通じないんだが、そんなの今までなかった。はいはい、警察も暇じゃないからね。話を聞いてくれ。サユンだって？ねえねえ、あの女の父親が警察に来てる。誰？過保護かよ。ちょっと電話を使ってさ。よし、わかった。なんで市民の頼みを聞いてくれないんだ。あまりにも失礼な警官の態度につかみかかろうとしたその時、スマホの着信音が響いた。表示はサユン。サユン、そんなバカな。電話通じないとか嘘っぱしかよ。もしもし。お父さん。間違えるはずがない。確かにそれはサユンの声だった。どうしたんだサユン、今どこに？ああ、明日帰るから心配しないでいいよ。余計なこと言うなよ。迎えに行くよ。うん、大丈夫だから。翌日本当にサユンは帰ってきた。心配したよ。大丈夫だったか？平気。痩せたんじゃないか？大丈夫。だが娘の瞳はどこかうつろだ。その理由はすぐに分かった。お、心配しないで大丈夫だから。私は監視されてた。この会話もスマホ通して盗聴されている。これ大丈夫？サユンは連れ去られていた。そして今もスマホ越しに会話が盗聴されているという。すぐ警察に知らせれば。しかし電話はできない。そうだ、父さんお祈りの時間だ。教会に行ってくれよ。え、娘が帰ってきたんです。ああそう、よかったね。娘は事件に巻き込まれていたんですよ。はあ、帰ってきたんでしょ。しかし警察はまたも私の話を信じてくれない。だが決死の頼み込みにより自宅へ来てもらえることになった。その連れ去られたとかって娘さんの狂言じゃないの？もう信じてくれ、嘘じゃないんだ。うん、お前のメガネにカメラを仕込んでた。余計なことしやがって。サユン、もうすぐ助かる、待っていてくれ。だが私の願いは届かなかった。サユン、どこへ行った？確かにさっきまで。ずいぶん気分屋の娘さんだね。警察からかって楽しいの？サユンは再び姿を消してしまった。また誘拐されたんだ。なぜだサユン。お家に帰れて楽しかった？お前なんで私たちを裏切ったの？信じてたのに。うん。罪には罰だ。ほら、一気。浴びるほど飲めるなんぞ幸せだな。ロン。そのグループはサユンにあるまじき量の酒を飲ませる。一
人が人にする行為とは到底思えない許しがたい行為。うわうわ、リバース来ちゃった。ギャー、かかった、最悪。どれ、お仕置きが必要だな。責任持って吸収しろよ。待って、無理ゲーすぎる。おかしい。許して。綺麗にしろや。サユンは心も体も壊れてしまった。飲んでは吐き、床を掃除させられる行為は彼らが飽きるまで続けられた。これ死んだんじゃね。どうせもう使い物にならなかったし、捨てるしかないかな。これいつ捨てるの。今でしょう。一体何のためにサユンが何をしたというのか。私は警察に働きかけたが、捜索願いは聞き入れられていなかった。飲酒運転の検問です。飲んでないよ。本当に酒臭いよ。本当飲んでないから。おまわりさん。お、了解。そしてサユンは山中に連れて行かれた。火つけて分かんなくしてからコンクリ流しとか。了解。キャンプファイヤー。人間が焼ける匂いってくせ。そして眼形が分からなくなるまで焼かれる。そしてまあまあ稼げたよ。お前の体は良かったわ。バイバイ。さてコンクリ固まったら谷底に捨てるぞ。あいあいさ。サユンはコンクリの中へと隠蔽された。サユンが発見されたのは遺棄されてから数日後のことだった。嘘だ嘘だ。山の管理者から不法投棄の連絡があり、それが女だった。信じたくなかった。この黒い袋が娘だなんて。だが歯型の鑑定の結果、間違いなかった。結果的に犯人グループは逮捕されたが、私は決して許さない。犯人ども、そして無能な警察ども、私はお前たちを許さない。ご愁傷様です。サユンを苦しめた犯人はもちろん、そして何より警察の連中だ。警察があの時もっと早く動いていれば、娘は助かっていたのに。